皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツキングダムバトルパート45やっていきましょう。今回もクリア後の要素を進めていきたいと思います。ワールド2のチャレンジ進めております。今回はチャレンジ7ノーマルシャーベットの真ん中からですね。結構このチャレンジ難しいのと簡単なの、極端だよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いや本当極端なんですよ。キノピオ系はマジで難しいし、敵全滅系は簡単だったりするんですよね。今回は敵を4体倒せなので、まあ簡単だと思います。150か、ヨーコーロ、いや、あーこれさ、ラビッツマリオで寄せるのが一番良かったような気もしますが、もう今更言ってもしょうがないということで、トイタンクで、あー無理か、まとめらんないか。ルイージでスライディング90だから、スライディング2回入れれば1体倒せるよね。あ、だったらいけるか。ここスライディング入れて移動する。はい、 OK。 で今の、スマッシャーにマリオでもスライディングすればいいんだよね。そして一応アイアンビジョン、いや待てよ、マリオ届いてるか。一応確認 OK、 届いてます。はい、じゃあここスライディングを入れて、あとは1体1体倒せばいいんですけど、一応ちょっとストンプとかもここ決めとく。ストンプ決めて、じゃあここ移動で、よし、スライディングで1体倒したらチームジャンプでストンプ。さすがマリオブラザーズ、なんかいつもよりも高かったような気もしますけど、気のせいか。そしたら、あ、95回いけんの。あー、でも届いてないか。スライディング、あー届いてないもんな。じゃあしょうがない。ここスライディング入れたら真ん中移動して、これさ、攻撃する前にヒーローサイトでいけちゃいそうじゃない？ちょっとテクニカルに倒していきましょうか。はい、じゃあヒーローサイトを打ちまして、ルイージでアイアンビジョンを打っていくと。そして、これを打つと動いた時にね、敵に攻撃するので、はい、クレイジーボイス、これで動いたところヒーローサイトで攻撃していく。せっかくだからね、ちょっとテクニカルな倒し方をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。ドカン、素晴らしい。いや、こういうコンボが決まるとめちゃくちゃ気持ちいいよね。ということで、マリオとルイージは攻撃もせず、なんとかヒーローサイトとアイアンビジョンだけで倒すことができました。ラビッツヨッシーがくるくる回ってて、ちょっと画面的にうるさかったんですけども、チャレンジ7シャーベットの真ん中、これでクリアと。オーブが3個ですけど、いや、まだ振らなくていいかな。最終的には多分全部振ることになると思うので、一旦ここは無視しておきましょう。そしたら待てよ、進む前に何か取り逃してたりしないですか？ここの土管、ああ、違うな。取り逃して、なさそうですね。よし、じゃあどんどん先に進んでしまいましょう。チャレンジは全部で10個かな。だとしたらあと3個しかないんですけど、おっと、待て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 、この先アイテム2つありますね。ですけど石像をどうやってここまで持ってくればいいんだ。あれ、いや待て、石像なんかなくない？あそこに確かにあるんですけど、あそこの石像を持ってこれないもんな。え？待てよ。っていうか、あっちに例えばさ、大砲で着地したとしても、あの石像を持ってここって置けなくないか？ん？だとしたら、やっぱりこの手前で石像を探さないといけないと思うんですが、え？ないよ。そしてここのマップ、チャレンジのラビッツキノピオもいないけど、そんなことある？え？おいおいおい、嘘でしょ？え？この戦う場所チャレンジないの？え？じゃあ進んじゃうよ。あ、大砲あった。おい待て、あ、なるほど、そこで石像を持って大砲に入んのか。それはちょっと高度じゃないか。手前に戻って、ていうかこれ普通に気づいてなかったんだね。はい、まずはアイテム1つ取ります。タワーのテーマ1、ちょっとよくわかりませんが、で石像を持って砲台飛べる。え、あ、でもいいのか、別に。ん、あ、いいんだよな、いいんだよな。なんだ、あっちまでだったら飛ばしてくれた方が分かりやすいと思うんですが、この石像を持ってあっちまで進んでいきましょう。そしてだよ、これ石像また持ってけるんだよな。これわざわざ2つあるって、あ、この奥で使うのか。なるほどなるほど。まずはアイテム開けていきましょう。オーブゲット、何個でしょうか。5個か。20個とかだったら今振ってもいいなと思ったんですけど、タワーのパズル BGM もゲットして、ここを押したら、待って、どっかで使うんだろこれ。
え、どこにもないけど、ちょっと待てよ、この上か、上に登って、あれアイテム取れてんな。あーなるほど、そこで使うのか。橋がどうつながってる。あーいけるねいけるね。下に降りたらこっち側、石像を置いてアイテムゲットしていきましょう。ここ一回来てんのか。え、どうやって来たんだ。別の道から入れるってこと。古代文字のアート発見しましたが、だってそこの上さ開いてるもんね。あでも確かにやったような記憶もあるな。こっち側が多分正規ルートなんですけど、こういうところ普通に取り逃してる。フィギュアサンディゲットしました。サンディと何だったっけ、風と砂漠があるんだよね。ちょっていうか待てよ、こっちは大丈夫。え待て、戻ってる感じなんだけど、おおっと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 、あやってないねやってないね。このスイッチを押すためには赤をどうにかしないといけないんだが、赤、え待てよ、赤のスイッチを押さないとこの上のスイッチが押せない。赤のスイッチはどこで押せるんですか。手前に戻って、赤のスイッチないぞそんなの。えさっきのところでどうにかこうにかする必要があるのか。石像を置いたのがいけなかったのかな。えそんなでも遠く、いや待って、ここまで、あー取れてないのまたあるね。ちょっと待って、全然この辺取れてないじゃん。戻ってよかった。黄色を取りたい、青も取りたい、これを押すのか。これを押してん、待て、押したところでじゃない、これを押したところで1個し、あー石像か。ここの石像をまず赤に、んここに置くとどうなんの。あーなるほど、地面が上がんのか。で、あー分かった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 、かなり分かった。そして待て、あっちに隠しチャプターがありますね。まずここ下げて一つアイテムをゲットしましょう。でもう一つアイテムがあるので、それも欲しいところですよね。はい、パワーオーブは5個か、そんなケチらなくてもよくない。で青のところにやるにはこれを一旦下ろさないといけないか。こうこう、でこうこうで下ろす、下ろしてからこいつをこっちに乗っければ上がって、うん待てよ、待て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 、これじゃダメだな、これじゃダメだね。こうして、ああなるほど、一回これをどうでもいいところに置かないといけない。え置けないよ、えこれをさあ、こうし、違うよね、これじゃ押せないもんね、これじゃ押せないから、これを一回どうでもいいところに置きたいんだけど、そういうことはできない。これエリア外になれば勝手に消える。あれこれどこまでも、えおいどこまで持ってけんだこれ、消えてくれエリア。あオッケーオッケー、消えた消えた。消して戻ってってやんないといけないのか。だとしたらかなり高度だと思うんですが、うお復活してる。おい待て、復活しちゃダメだろ。あ一回ここ押して、で待てよ、こう来て、ああーなるほど、分かった分かった。え降りれないな、ちょっと待てよちょっと待てよ、置くでしょ、こう来るでしょ、でえいや青を押したいだけなのよ今、青を押したいだけなんだが、こう来るでしょ、んんんんん、待てよ、どうにかして、もえもう一個あんのか、これを、あこれさ乗っ、あ無理だよな、乗った状態であれをこう一瞬で、いや無理だな。えこれ押せないんですよ、これだと。もうで下にも降りれない、赤も最終的に押したいんだけど、ん待て、 MK さんが頭悪いのか、こっち側から押せないよね、押せないんだよ、この道があるところじゃないと押せないから、もう一個石像を持ってくんのか、どっかから、そういうことか、もう一個どっかに石像があるんじゃないのか。上に行って、石像ないどっかに、さらに上まで登っていく、ここがつながって、晴れてるけど、いや違うっぽいな、こえ違うよね、違う、さすがに違うよな、こんなとこから持ってきてもって感じするよね。うんとそしてここはどこだここ今全く関係ない場所に来ちゃってる。ちょっと待って、普通にステージの謎解きがむずい。戻るでしょ、え MK さんが頭悪いか普通に。
ここのコインはまあまあまあ取れるもの取るとして、もう一個石像があれば多分いけんのよ。二つあげればいいからね。なんだけどもう一個の石像がまずどこにあるかわからなくて、で石像一個での取り方もちょっとわかんないんだけど、どっかから持ってこれるか。こっちは あった。うーわむずちょっと今のむずくないか。でこれをもう一個ここに置けば、はい、なんとか押せるようになりますと、まずは青のところ取ってしまいましょう。いや隠し方がちょっと難しすぎるって、もうちょっと簡単なとこ置いてよ。ということで、タワーのテーマ2ゲットできました。でこいつを戻して、今度は赤のところまで押していきますと、で隠れチャプターのところまでこれで飛べそうですね。隠れチャプターに行くとスペシャルチャレンジがあるので、ちょっと頑張んないといけないな。土管を通ってどこ、これ上まで行って、おアイテムも1個ありました。中からはフィギュアか、ピーチのフィギュアゲットできました。いいね。でまた土管を通って、ほい隠れチャプター行くよ。じゃあここレッツゴー。あアイテムまず1個あった。ワールド 2-1 機械の谷、機械の谷、怖い。で激アツバトルミュージックゲットして、うーわバックラーめちゃくちゃいるな。まあでもやるしかないよね。まあでもスペシャル以外は普通にあのワールド2をクリアした後に来る想定で作られてると思うので、まあなんとかなると思います。でバックラーがちょっと邪魔なんですけど、これは多分アヒル爆弾でいけちゃうな。アヒル爆弾で全員倒せるかが怪しい。まあとりあえず行こうか。でアヒル爆弾どうですか。これで195、微妙に倒せてないのか。パワーブースト使うか。パワーブーストを使って、で、アヒル爆弾すればなんとかなります。これで、アヒル爆弾、239、あ、いけるね。いけるけど、ちょっとマリオとルイージめちゃくちゃ食らうな、これ。あ、奥の方に、ん?あ、無理か。食らうね。マリオとルイージ食らうね。まあでも食らってもいいか。食らってもいいよね。クリティカルじゃなければルイージは耐えてくる。オッケー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 。でマリオは余裕で耐えますと。そしたら奥の1体をあと倒せばいいだけだから、マリオでここまで、あれかアジリティ使うか。アジリティを使ってマリオの移動範囲を上げといて、この状態でマリオをここまで移動させれば、あそれマリオじゃない。まあまあまあいいんだけどさ、マリオをこっちから移動させれば、なんとかシューターだけで倒せるかと思います。溶鉱炉でオッケー。こんな至近距離で撃たれたらびっくりしちゃうよね。バトルクリアできました。パーフェクト。まあ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 この辺はいけるよ。てかアヒル爆弾もさ、あれだよね、このクリア後だから持ってるけどさ、あの普通に来たら持ってないよね。え、だとしたら結構難しい気がする。うわいたなあいつ、あいつ中ボス、あそしてもう一体中ボスいる。サンディと何だったっけな。サンディとフローズィーみたいな感じ。一応ちょっと偵察カメラで周りを見ましょう。すべての中ボスを倒せたから、あんまりブリージ、あちょっと惜しかったね。あんまりこの辺は気にしなくていいかも。で210と420か、420ちょっと多いな。まあヨッシー使うか。ちょっと待てよ、遠いんだったらこれヨッシーじゃない方がいいかも。あでもラビッツヨッシーないとあそこのバックラー集団がきついかな。よしじゃあ普通にバトルスタート。まずはルイージでアジリティを使います。っていうかルイージ体力やべえな、これ引き継ぎか。上に行きたいけど、これはチームジャンプになっちゃうかな。ルイージここでも、先ラビッツヨッシーかも。ラビッツヨッシーここまで移動して、あそこのバックラー倒しちゃうか。いや、待てよ。ラビッツヨッシーの、こいつ420、微妙だな。移動範囲をよく見ましょう。マリオはここまで、ルイージがここまで、でラビッツヨッシーだけはめっちゃ遠くまで行けるんだけども、マリオとルイージがここまでってことは、ここまでじゃないとチームジャンプにラビッツヨッシーが参加できないのよ。それを考えると、チームジャンプすること考えたらラビッツヨッシーここか。でもここだと今度あっちに
あれができないんですよ。アヒル爆弾ができないんですよ。ああもうだとしたらラビッツヨッシーは行っちゃうか。よしオッケー。ラビッツヨッシーはガンガンこっちまで進んじゃって、アヒル爆弾で、ミスった。これパワーブースト使わないと。だとすると、マリオをここまで、うわマリオが捨てになるな。まあ、ヒーローサイト使ってって感じになるかな。マリオをここまで移動して、で、パワーブースト、いや、その前にルイージだな。ルイージをチームジャンプで上まで持ってく。で、ここで420は、待てよ。いけるかもしれんな。ちょっとここまで移動して。もしかしたらボムタンク使えば倒せるかもしれない。で、マリオで、こちら、パワーブースト全員入ってるな。入れまして、この状態だったら、こっち。こいつがアヒル爆弾で OK、3体倒せる。まあ別に中ボス倒せたから倒す必要もないんですけど、邪魔だから OK 倒してしまいましょう。で、この状態でルイージが、こちら。あ、待って、ルイージ。パワーブーストに入ってなかったのか、お前。マジ？うーわ、やってるわ。だとしたらだ。うわー、マジか。そっか、クレイジーボイスでヒーローサイトと思ったけど、それもちょっと無理だから。ようころ。これさ、L シューターでさ、こいつ狙えるんだ。サポーター狙うか？このターン。だってどうせ倒せないんだよ、こいつ。まあ、インク入ったらでかいけど、でもサポーター狙っちゃってもいい気がすんな。高いところから攻撃で。オッケー、サポーター撃ちましょう。ルイージもワンチャンやられたら、シャンド、うわ！うわ、100% じゃねえのか。100% だと思ってた、今。うわーもったいないことした。じゃあ、とりあえずここ 0% だけど、撃っといて、ブロックだけ壊そう。で、ターン終了だね。うわ、ルイージやられっかもしんない、このターンで。ルイージ大丈夫か？体力。うわ !88! なんとか耐えてほしいけれども、耐えたけど、サンディの攻撃食らうだろうな、どちみち。マジか。オーケー、まあまあまあ、ラビッツヨッシーはどうでもいいとして、サンディの攻撃を絶対に耐えれない、ルイージが。まあ、どうしよう。おブロック、まあ来られるよね。しゃあないしゃあないしゃあない。ここはまあまあまあ耐えれないので、マリオで打って、わあ、あいつもファイヤー食らってる。なんか自分もちょっと体力受けてんな。374か。うわ、ルイージいたら倒せたのに。そして何をしてる。うわ、ガードだ。ちょっと待てよ、集中攻撃すっか。ガードで、待てよ待てよ待てよ。ヒーローサイトがあるから、ヒーローサイトを使いつつ一旦これ叫ぶか。叫べばとりあえず動いたところヒーローサイトで攻撃してくれる。はい、で一回バウンス出て、もう一発撃ちます。352、アウトボーナス入って倒した倒した倒したね。よし、オッケー。だとしたらだ、マリオここまで、いやー、ここまでしか移動できない。いや、チームジャンプすればいいか。だとしてもきついな。あいつが 100% にはなんないのか。スライディングしてストンプ入れたいから、ここをスライディングからのここ移動だな。わ、なんだ、うわ、あいつこれ出るなよ。クリティカル、オッケー、ナイス。クリティカル出たらね、そこで終わりになっちゃうからさ、このゲーム。でここまで移動したら、ガンプキンで上壊す、いや待て、考えろ。マリオで、あ、チームジャンプでも倒しきれはしないのか。ここだったら、あ、微妙なんだな。だとしたらもうここラビッツヨッシーの攻撃は上に打って、この横のサポーターはマリオがちょっともったいないけど攻撃して倒すか。溶鉱炉を、そうだね、あ、待てよ、そんなことしなくてもいいな。ブロックさえ壊せればもうこのターンで終わるんだわ。オッケーオッケーオッケー。下のサポーター無視でいいわ。ここを壊して、で溶鉱炉で220からだから OK! なんとか倒しました。ドカン、素晴らしい。まあバウンスは出なくてもよかったんですけども、サポーターにちょっとあれだ、気を取られてたわ。中ボスさえ倒せれば何でもいいですからね。グッ、んグッド、え、2ターンで倒すの。おい待て、2ターンで倒すの、え、無理だろどう考えても。え待てよ、さ、え、あ、違う、ルイージ、おわー、うわー、待って、そうだった。シンプルにそこ覚えてない。そっか、びっくりした。今、味方待ちで2ターンのわけないもんね。うーわ、やらかした。めちゃくちゃやらかした。まあ、今のはもう一回来るしかねえわ、後で。マジ？
もったいないことした。そうだよ、普通にルイージやられちゃダメじゃん。うわー、ちょっと待って、最近チャレンジしかやってなかったからさ、誰か倒れてもいいっていう解釈だったのよ。今回はこれ普通のミッションだからさ、パーフェクト取るんだったら誰も倒しちゃダメなんじゃん。まあまあまあ、もう一回やればいいからね。そしたら、お待て、スペシャルチャレンジやってんな。その前に上取らして、上に行って、まずはここアイテム取ります。そしてからスペシャルチャレンジだな。はい、おパワーオーブ何個ですか？20個でかい。そして、はい、この中からは何ですか、巨大冷蔵庫のゴールデンアート。はい、わかりました。今体力は全員マックス、まあ、ヒーローベースで見ればいいか。ヒーローベースでチーム入れ替え、体力は、あ、全員マックスだね。だとしたら、まあどういうチャレンジか、あ、スキルツリーは振っとこ。あ、でもそれもどういうチャレンジか見てからの方がいいね。ちょっとすいませんね。そしたら降りてスペシャルチャレンジ行くよ。スペシャルチャレンジ S2 ウルトラハード、陣形バトル。ほう、陣形が大事になってくる。プレイ可能ターンは3ターンで、バックラーが6体、すべての敵はバックラーが12体。うわ、うお、待て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 、え、おい落ち着けって。それは3ターン以内は無理じゃないか、普通に。うん、どうやるんだどうやるんだどうやるんだ。まずヒーローベースで、敵多すぎだろ。スキルツリー、これラビッツマリオだな、多分な。ラビッツマリオの高所、いや、体力上げてもしゃあないか。ダメージ、これ高所ダメージアップいいかもしんない。高所ダメージアップ入れて、あとはまあシンプルに攻撃回数で言うと、ラビッツヨッシー、ラビッツヨッシーは、あー、まあ高所攻撃かな、ここも。で、マリオがシンプルにどうする？スライディングの威力アップか、ストンプ威力アップ、ストンプ移動アップ。あー、でもスト、これ、いやー、いいかな。スライディングアップか。で、あと触れるやつは振っとく。ヨッシーはヴァンパイア振りまして、ルイージ結構振れんね。あ、アジリティの範囲アップ、いいじゃん。これ振ろうよ。そして、ラビッツマリオは、まあ、一応これ、振っとくか。ピーチが、なんかプロテクトあんまり MK さん強さ分かってないんだよな。で、ラビッツヨッシーが、まあ、クレイジーボイスターン復活。で、ヨッシーが、まあ、チームジャンプの距離アップと、まあ、高所ダメージとか、ちょっと振っておきましょう。よし！行くよ。で、あー、おー、ごめんごめん。ヒーローベースで、これさ、場所も大事だと思うの。ラビッツマリオ、ラビッツヨッシーで一旦選ぶけれど、これで配置がどうなってる？偵察カメラで、こっちがラビッツマリオか。ここスライディングスライディングスライディング、ちょっと待てよ。スライディングして下195、ラビッツヨッシーがここ5体スライディング、あー、まあなんとか。ちょっと待てよ、これさ、スライディングの威力さ、上げれる？上げれるんだったら無理やり上げてもいいかも。ラビッツマリオ、あー、上げれねえか。もうマックスか。ラビッツヨッシーもマックス OK だとしたらしゃあないな。3ターン以内に倒さないといけないのね。バトルスタート。まずはラビッツマリオ、ここスライディング100でしょ。100、100、100、100でやれば、全員倒せるん。あー、でも1体、あ、でもいけるか。スライディングスライディングスライディング、これで待てよ、ここのスライディングの範囲入ってる？ここで、あー、入ってるね。いけるかな。もうやるしかないか。スライディングスライディングスライディングで3体倒したら高所ダメージを入れたいんだけど、は無理だな。こいつらが、まあ、マグネットダンスでもうちょい引き寄せるか。おい待て、いやでもマグネットダンスでバックラーを動かした方がいいような気もする。一旦3スライディングでここまで来よう。よし、はい、スライディングスライディングスライディングで3体倒したのか、これ。あー、一体やっぱ倒せてないのか。あのスマッシャーを M ブームで倒すことはできるが、こっち 0% でしょ。マグネットダンスで引き寄せて、あー、でもこれ引き寄せとずれるかな。いや、一旦打ってみよっか。マグネットダンスで思いっきり引き寄せる。で、この状態で M ブームが、うわ、めちゃくちゃ通る。おい待て、こっち打った方がいいな。これサファイアストライク入ってないから、待てよ、範囲を考えろ。どれが一番食らう？ほい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 、ここだな。いや、ちょっと待てよ。まあでもこれか、これしかないね。よし、 M ブームを、これさ、マリオ無理やり近づけてさ、
いや待て、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。こうして一体確実に倒すっていうやり方もできるか。落ち着け。これで下のやつ2体狙えない？あー無理なんだ。あー下のやつ2体は狙えないわ。だとしたらここ 100% で、あー難しいね、難しい、非常に難しい。撃つか。210からだけど、そっちの範囲が入ってないんでしょ。うわー非常に難しい選択を強いられてる。これか。これで1体無理やり倒すか。よし、 M ブーム撃っちゃってください。はい、 OK。 1体は倒した。そしたらマリオでヒーローサイトを、あーこれマグネットダンスとヒーローサイトだったんじゃないのか。もう今更言ってもしょうがない。マリオがヒーローサイト、これどこまで範囲広い？あそこのスマッシャー入ってない。まあでもラビッツマリオのとこまで来たら入るか。ヒーローサイト先使うよ。そうだよね、ここパワーブーストしてもしゃあないからヒーローサイトだね。はい、ヒーローサイトを使います。そしたらスライディングで、あ抜けれねえのか。ゴージャ、ちょっと待てよ、これ抜けれないね。ルイージド、ラビッツヨシエどうなってる？ここ5回スライディングできるっしょ。まず1体ずつ、はい、スライディング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 で下行って、あと一発スライディング残ってるっしょ。こう来て、あここまで来れちゃうね。分かった、これヒーローサイトで、あれやろう、ラビッツヨッシーで叫ぼう。そうすれば結構いいと思う。うわ、だったらアイアンビジョンとかだったかもしれないな。まあでもごちゃごちゃ言ってもしょうがないね。アヒル爆弾をここに撃てば、待てよ、もうちょっと巻き込みたいな。アヒル爆弾こう撃って、いや無理か、こう撃つのが一番範囲的に入ってるんだけど、これだと上が倒せてないな。まあでもいいのか、しょうがないのか、しょうがないのかもしれない。そうだね、じゃあラビッツ、あーでも、あー待て待て待て、落ち着け。ヒーローサイトを生かす、これ抜けれないんだよね。あ抜けれんのか、抜けれるんだったらわざわざやる必要ないかもな。今ヒーローサイト打ってるっしょ、こいつらどうせ、あーまあでも、微妙すぎる、微妙すぎる。ここスライディング入れてチームジャンプでストンプすれば倒せないんでしょどうせ。130からの70倒せないんだな、分かった。だったらここラビッツヨッシーまず叫ぼう、まず叫んで、いや違う、まずアヒル爆弾で手前3体倒すか。そうだね、手前3体倒します。はい、どうでしょうか、アヒル爆弾ドッカン、オッケーで上のやつがオッケー、倒せるな。これうわ、ラビッツヨッシーストーンかかっちゃった。だとしたらこれは一回チームジャンプしないといけないから、スライディング入れてチームジャンプしてストンプをこいつに打てば倒せるんだな。でストンプした後上に登れる、上に登った後にこれさ、さ、いやここさ、ここに着地してサファイアストライカーだな多分な。はい、スライディングチームジャンプ、はい、ストンプであいつ倒す。そしたらサファイアストライカーで手前のこいつら倒します。あっ、サファイアストライカーじゃない、ゴージャスだこれさ。後ろラビッツヨッシー食らうか、ラビッツヨッシー食らうのをよしとする、いやよしとしない方がいいような気もしてくるな。上のやつ確実に1体倒すかの方がいいかもしれんな。下のバックラーはスライディングで倒せっから、今スライディングで倒せない範囲のやつを溶鉱炉で倒しとくのがいいのかもしんない。よし、これだ、こう来てあいつ倒した。むずくねえか、これであとやれることがラビッツヨッシーだけか。ヒーローサイト打ってるからクレイジーボイスで動かしてある程度人数減らすしかないよね。よーし、じゃあまたごちゃごちゃ考えないといけないんですけど、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回なんとかこの続きからやって、S チャレンジクリアしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。